ただいまより女子団体決勝トーナメント準決勝を始めます。ただいまの立ち第一射場高知県五校高校1番新井選手、2番今村選手、3番鎌田選手、4番竹村選手、5番山本選手。第二射場秋田県新谷高校1番佐藤選手、2番遠藤選手、3番沖山選手、4番佐藤選手、5番佐藤選手です。
先ほどの結果、第1射場18中、第2射場10中、岡高校の決勝進出が決定しました。